い、始まりました。ビーフマンドットデクゼ YouTube チャンネル。イエイ。今日はね、ちょっと男子3チーム、はい、で女子も3チームで、ちょっと練習試合を組んで、で、まあ、公開練習も兼ねてやっているので、ブースターさん方もたくさん来てくれるはずです。でね、いつもさ、YouTube で公開練習の YouTube 配信してるんですけど、多分見てくれてると思うんですけど、いつも試合の映像だけだったりとかっていうので、ちょっと今日は違う企画をやりたいと思います。3x3 さ、2ポイントがすごい重要じゃん。確かに、まあ、確かに。ありがとう、アスクルで。そこでちょっと今日ね、裏企画として練習試合、男子 vs 女子、どっちが試合で多く、よし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 、どっちが多く、ちょっと待て、男子対女子でどっちが多く2ポイント決めれるか選手権やりたいと思います。試合に負けてもバスケ、男子対女子で2ポイントの数で負けても、どっちかが罰ゲーム、まあ、どっちも罰ゲームやるかもしれない、はい、2ポイント勝ってるけど、うん、試合で負けたら、まあ、どっちも罰ゲームだよね。気になる罰ゲームの内容は、ででんチームフト負けたチーム2ポイントを連続10本入るまで帰れません。終電の時間が、そう、終電なかったらここでね、泊まり、いい、え、ここで罰ゲームなんて、全然やる前提、やる前提やべ、意外と知る人いた、今日今日、めっちゃ強風だもんね、今日ね、でもね、高島選手、いや、吹いてないえ、ちょ、合わせじゃあ、そんなこんなで、はい、YouTube の企画始めます。詰まってる今年の女子は一味違うかな、個性派集団揃いなんで、ぜひともちょっとね、楽しみながら見ていただけたらと思います。では始めます。じゃあ女子の紹介していきましょう。あ、期待の新人が入ったので紹介です最高まだ早かった。あの意気込みの方、はい、私から入った矢上やからと申します。みんなのアイドルになれるように頑張ります。ありがとうございます。作戦会議、次はあれかな、女子はサイモンですね、はい、サイモンさんと練習試合です。いいアタックですね。 3X もブースターって呼ぶんですか、ファンの方。ブースターです。あ、はい、おお、バチバチですね。バチバチです。決めました。桂さん、一番だるい動きされましたね。そうですね、前田さんの動きすごいな。サイモンのももちゃんかはあれですよね、今あの白いロンティチェルコは去年の MVP。 あ、そうなんですか。得点王か、得点王取ってるのかな。遅いんですよ、めちゃくちゃ綺麗のある動きする子ですね。僕と一緒ですね、まるで持ち前のね、持ち前のね、運動量とね、持ち前の運動量とクイックネスと生かして頑張りたいですね。あ、桂さんの話、16人ですね、増えましたね。来ました、ギャッギャッ泣き声が売りですね。去年立川ダイスで女子でプレーしていた子ですね。あ、そうなんですね、はい、非常にフィジカル強くていい選手です。今年サイモンだったの、あ、ナイショー、うん、普通に夜食べてるような感覚だもんね、本当に。うわー、あ、ナイショー、カルビ1枚。おー、おー、すごいめっちゃ笑ってますよ。ん、笑ってくれてますよ着々と増えてますね。お、いいですね、桂さん。
くん、三重県出身の拓大のキャプテンね、はい、すごいですね情報が。当たり前だよ、山田健二か高嶋和孝かって話で、2人でビーコルの解説来ないかな。ちょっと面白いこと言えそうだけどな。俺1人は無理だわ一人は無理ですね。意外とこう引き出してもらう派だからさ。リュウさんすごいですね、そう考えると。いやすごい、ちゃんとやってますもんね。でもリュウさんより俺らの知識と面白さはある。確かに確かに。硬い。桂さんいいですね。鉄板です。質問ある方は どうぞ。あの質問お、ジャブステップからのジャンプシュート、いいですね基本。お、来た、ようやく来た。あれがね、前田選手去年のファイナル MVP ですから。やばいですね、やばいっす。ファイナル MVP は上がりますね。やばいですね。全然食べれちゃうんですよね、サクッと。ところで岩田さん、はい、岩田さん帰ってきたってことは、はい、ニンニク部復活あるんじゃないですかこれ。おっと、おっとはい、呼ばれた。それではちょっと行ってきますさよならさよなら。あ、これは本日発表された新加入の岩田選手。あ、すいません、頑張ってください。お、早速意気込みチームにフィットできるように頑張ります。フィットがキーワードの模様です。やばい、久しぶりですね。はい、こうオフェンスリバウンド取られないよね。さっきうまく使え、パスカなし。下いるよ。おい、ナイスナイス。フロート OK。 そこシースクリーン喋って。フロートスタート、落ちてるぞ。スタート、OK。ナイス、それでノーツー。乗って。
やばろ。ごめん。女子対男子でどっちが2ポイント入るかっていう対決をしました。じゃあ結果発表いいですか。はい。男子チームなんと6本です。女子どうぞ。いいですか、女子言っちゃって。いいよ女子。いきますよ、結果発表。そう、こんな感じ。そうなんと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 5本。あー、本当に？マジ？まあでもね、そうそう、6対5なんで、ガビー男子のチーム勝ちで、ガビチョー大丈夫、一発で終わるからね。あ、もうちなみに今10時45分ぐらいなんですよ。10時45分ぐらいだね。えぐいな。3分で終わる。まあ罰ゲームは女子チームで2ポイント10本連続決めるまで帰れまてん。あれな、帰れまてん。罰ゲーム女子お願いします。頑張れ。ブースター会員募集していますので、特典もいろいろ豪華なものもなっていますから、ぜひ、入会していただけたらなと思います。公開練習試合もたくさんこれから組んでいくので、ぜひ B コートに足を運んでください。お待ちしています。ブースター募集は上です。ぎゅうぎゅうぎゅう。今日公開練習試合ということで、たくさんのブースター様に来ていただいて。多かったね。多かったね。来てた、びっくりした。スクールでもやっぱブースターさん多いんで、公開練習見たいんですけどっていう方も結構いたんで、まあいい企画だったと思うし、いろんなチーム来てくれたんでね、はい、こういうまあ状況ですけど、まあ、感染対策に気をつけながら、僕たちができることっていうのを考えながら、ちょっと日々練習できたらなと思ってます、はい、僕は。で、SNS でも発表されてたと思うんですけど、続々とね、プレミアのジャパンカップだったり、はい、O&M だったり、ジャパンツアーだったり、男女ともに、まあ、やるからにはね、全部勝って優勝ですね、うん、もちろん。それを楽しみに待ってるファンの方々のために、僕たちは一生懸命プレーで恩返しするしかないから、感謝の気持ちを忘れないでちょっとやっていきましょう。なんか久々にちょっと硬くなったな、はい、高島さん、なんかあります？まあもしかするとね、会場に入れない可能性もまだ、まあどうなるかわからないんですけれど、映像で見ていただいて応援していただけたらなと思います。ビーフマン.エグゼっていうチームが活動している姿っていうのをぜひ後押ししていただけたらなと思います。まやさん、女子、今年本当にちょっとメンバーも変わって、やっぱ生まれ変わって、若くなった、女子力上がった女子力もチーム力も上がったんで、新生のビーフマン女子ぜひ応援していただけたらなと思うので、公式戦の方配信などあると思うんで、よかったらチェックしてください。以上、ビーフマン .exe YouTube チャンネルでした。罰ゲーム女子お願いします。3分で終わる、3分で終わる、3分で終わる。Come on.